ね。わかんない。じゃあいいよね。いいよね。私の指に似合ってる恋人かメロンの薬味ね。そうだよね。私猛烈超感激。恋人かメロンの薬味ほんとすっごいすっごいすっごい大事にするからね。ショックでかすぎー。
つだけ、私見てくる。誰かが拾って取っちゃうかもしれない。恋人カメラの役にすっごい可愛いから。一緒ですか？あ、赤手紙通り。よ、ひびきちゃん、こんにちは。マークがついてるのかなと思ってさ、探してんの。あ、そっか、外からじゃ見えないところ。だってとっても仲良しさんみたいだからさ、君たち。
赤手紙通りをあだ名にしないでね。欲しいところだな。見たい見たい。待て待て、しばし待て。デビューは華やかにいきたいからな。散らすなよ、赤手紙通り。赤手紙通りではない、死んだ。ゴンディーブ。お？よし、まずはザコが一匹増えた。ザコって何？かわいいお魚の種類。さ、マグロも寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。へえ、すごいね。何やってんすか？かわいいお魚。あ、ひょっとして前から欲しがってた例の最新の。待て、まだ言うな。まだその時ではないのだ。こんにちは。ゆえちゃん、ナイスだ。グッドタイミング。ゆえちゃんも、さあさあさあ。なになに？何かあるの？インフォメーションテクノロジーだよ。あ、ヒントになっちゃったかな。こんにちは。よし、木は熟した。かしまし娘ちゃんたちもよっといで。しんさん、今変な風に呼んだでしょう。呼んだでしょう。皆さんは実にラッキーだ。この新製品発表会に立ち会えるんだからね。さーて、見ろ、この俺の汗の結晶を。じゃーん。あ、ノートパソコンだ。いいね。ついに買ったんすね。へえ、そんな薄いのがパソコンなんだ。前のはお釈迦になっちまったからね。新しいの買ったんだ。
だけかよ。もっと激しいリアクション返せよ。俺がこれのためにどんだけ必死こいてバイトしたことか。パソコン使えるなんてすっごい。博士ガニ通りってすごいんだね。ひびきちゃん違う、シンだから。それにデジカメもあるんだよ。赤手がにどうですか。私めちゃくちゃこれかっちょいいと思う。デジカメだよ。そう、デジタルカメラ。デジカメってのはね、撮影したものがその場ですぐ見れるカメラなんだよ。ほら、見てごらん。ほんとだ、すっごい。すごく便利だよね。うん、いいな、私も欲しいな。お花とか撮影したい。まずはパソコンがなきゃ。そうだね、パソコン欲しいよね。もう一回撮ろうよ。今ゆえ目つぶっちゃってたから。変な顔。オッケー。デジカメのいいところはね、ひびきちゃん、撮ったものが気に入らなければすぐ撮り直しが効くっていうところにもあるんだよ。みんなで記念に撮ろう。店長、撮って。俺の新製品発表記念パーティー。人の店でパーティー勝手にすんなよ。このランチタイムの忙しい時間帯に。まあまあ、はい、お願いしますよ。入れば。そうだよそうだよ、記念なんだから。じゃあどうやって撮るの。俺はもちろん。冗談だよ。俺たちがそんな極悪非道に見えるか。ちゃんとオートタイマーって便利なもんがあるでしょ。カウンターから寝ろ。見える。さあさあ皆さん、ポーズポーズ。ほいほいほい、いい顔してね。